こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日は久しぶりにですね、キャッチャーミットのご紹介でございます。じゃじゃん、ワールドペガサスさんですね。昨今ですね、うちのお客さんで子供さんだと、それどこのグローブミットなんてね言われるんだけど、老舗でございます。かつては桑田真澄さんが使われていたワールドペガサスブランド、何度も経営危機を乗り越えて新生ワールドペガサスとして、かの有名なグラブマイスター西島さんがですね、今再建に取り組んでおります。順調にね、売り上げを伸ばしておりますけれども、そちらから軟式のキャッチャーミット最上位モデルでございます。順番に説明しましょうか。ワールドペガサスね、ちょっと宣伝しておくグラブマイスター西島さんと桑田真澄さんでございます。見えますか？はい、ということで、順繰りにですね、商品の説明していきたいと思いますね。今も言いましたが、グランドペガサスっていうね、ワールドペガサスでは最上位モデルの軟式でございます。型がね8人型ということで、ワールドペガサスさんの定番の型でございますが、公式と一緒でございます。型的にはね、大きさも型も一緒、革と芯が少し違いますね。こちら最上位モデルでございまして、見た通り縦型の割とね大きめのミットでございます。このグルリのサイズで言いますけど、ミットはね 87.5 普通だった？ 87.5 ですから、34と2分の1インチということですね。大きめです。大きめと言われる、当店ちょっと前からも見せておりますけれども、お預かりしているお客様のオーダーミット、こちら大きめですよ、バスターポージーモデルっていうのが34インチですので、それよりもね2分の1インチ大きいということになりますね。大きめでございます。その他特徴の方はどうかと言いますと、大きめであるのは言いましたが、ポケットが広めですね。で、芯が割と薄く作ってありますね。例えばZさんの最上位モデルですと、これぐらいの芯なんですけどね。こういう感じです。ちょっと画面じゃ見にくい、薄めでございますね。はい。比較しながらやりますね。大きめ、ポケット広めの薄めの芯ということで、で革はですね、いいですね。軟式ですので和牛とまではいきませんが、北米ステアの和牛タッチということで、和牛は公式の和牛はこういうことです。これの軟式版がこちら、北米ステア和牛タッチですね。で、公式芯を使用しておりまして、若干こちらの公式よりも軽量に作ってありますから、芯の薄さは薄めになってますけども、公式芯を使用しています。ですので、これは軟式仕様ですけども、そのまま公式へも、例えば中学校でこの軟式のね、新旧対応のミットを買いました、そのまま高校の硬式野球で使って OK っていう風なね、位置を仕様になっているということです。もちろんそれはこちらの方ががっちりしてますけれども、軟式仕様で硬式強度 OK ということですね。でちなみにですね、重量ですが、先ほど測りました。こちらの公式の 696g に対して
こちらは、まあ、芯の、ね、厚みもありましたんで 656g、 40g ぐらい、軽くなってます。ワールドペガサスさんのミット、操作性重視で割と軽量に作ってあると思いますね。まあ、同じように Z さんも操作性重視で軽量に作ってます。これ、うん、思いっきり横型になってますけど、横型ミットでございます。重さはですね、横型縦型の話は前もしたけど、また次回の動画でやりますかね。これ横型、重さがですね645g でございます。うん、まあほぼほぼ一緒ということですね。はい、こんな感じ、縦と横ね、こんな感じです。あとでまた次の動画でやりましょうか。はい、ですね。はい、でちなみに質実合見、私大好きなローリングスバスターポージーモデルね、軟式ですよこれでね、うん、これがね、872g、 872ですよ。まああの向こうモデルなんで、まあ、ローリングスさんはだいたいまあがっちりごっつく作ってますんでね、耐久性重視ということで、しっかりした革を使ってますので重たいんですけども、それでも872、日本人の場合は学生さんの場合は軽い方が好きなのかな。うん、畠山さんのミットは結構がっちりしてますよね。はい、というふうな感じでございますね。ああ話戻そう。でもちろん日本製でございます。北米ステア和牛タッチの日本製で、グランドペガサス最上位モデル、公式も OK というクラスですから、ほら西島刻印入りでございます。前もお話ししましたが、西島さんがパンパンパンと最後ね、手を通して仕上げをして、仕上げ直しをして OK っていうのにね、パン通して出荷した。なので、クオリティはバッチリでございますね。そういったところで、メイドインジャパン、クオリティの高いものを使いたいなっていう人に人気のあるワールドペガサスでございます。今回はミットのご紹介でございました。こちらは当店のお得意様、農民様のご注文でございます。片付けをどうしようかななんてね、お話をされてたと思うんですけど、どうしますかね。一番ポイントはミット難しいんですね。グラブも難しいけど、ポケットのセンターをどこに持ってくるかと、パーの真ん中、ちょっと上部より親指よりね、いろいろ皆さん好みがございますので、閉じ方とかね、この上部周りの紐の入れ方、ちょっと緩めに入ってますけども、締め気味緩め気味っていうのもねありますから、その点もねお聞きしてまた作っていきたいと思いますね。言い残したことはないかな。うん、今日はワールドペガサス最上位モデル、グランドペガサスの、キャッチャーミットのご紹介でございました。それでは皆さん、さようなら。